どうも、ボヒケンです。土曜日ですね。今日は作業を始めていきましょう。また今日も配線作業でございます。もうちょっとな。そこまで難しい作業ではないんですが、もうねえ、ちょっとあれですね、もうまあしょうがないというか、もう頑張らないと終わらないので、あれよいしょ、やってかないと終わらないので、今日も頑張る。どうしたくーちゃん、おいで。今日も頑張ってやります。うん、今日もまとめもう乾いたかな。お、ちょっと待って、あ、いいね、よし、これでこいつらが引っ掛けられ、あ、そうだ、ここ作り替えなきゃダメなんだっけ。ちょっとこのまとめてるのを一回ほどいて、何本か入れてまとめますね、また。で、こっちのプレートを作って、リアの配線をどっかに背負わせるっていうところからですね。ちょっと頑張っていきます。はい、この辺がほとんど終わりました。いいじゃないですか。で、リアの行く配線、今ここにね、ちょっと止めてある。これ後でやります。先にエアコンの方やるか。ねえ、フロント周り。まだちょっとこっちも、あれが終わってない。デスビの方へ行く配線ね。あと、スターターの戻りだな。これも書いてあるもんね。そうそう。ここまでやってません。まあ、今からやっていくんですけどね。キーシリンダーのピンクから、イグニッションからデスビに行って、で先にスターター、リターンがイエローで、これがあれだ、 MSD のとこだな。うん、でピンク色の配線、これが電源になるから、ここ二股に分かれてと。とにかくちょっと向こう側に移動しましょうね。よし、はい、今全部追っかけてみました。この2本の配線は基本触らなくていいですね、エアコン。で、ちょっとリレーを1個どかしてやって、エアコンだけにしてあげて、で、エアコン電源がこれなので、それにつなげると。で、じゃあ、まあ、だから、ジョージと ACC だね。で、アース。よし。で、MSD の方もだいぶわかりました。これ、基本、これ、エアコンのコンプレッサーに入ってる配線だったんですけど、まあ、エアコンコンプレッサーだから ACC、 キーシリンダーから来て ACC につなげる方だと思うんです。どっちかな、こっちだと思う。これが ACC に行って、これも ACC に行くようにしてあげて、で、あ、 ACC じゃない、常時電源ですね。うん、ちょっと待てよ、あ、違う、 ACC、 そうで、その ACC、まあ、キーひねと電気が行くと、こっから MSD の電源も取ってましたね。ここで一緒になってる。なんで、独立させてあげて、配線をここちょっと作り直しましょう。はい。なんで、このアースの部分だったかな。ちょっとこの辺をいろいろやっていきます。これが、バッテリー。で、これが ACC。これがアースでつなげる。で、これ、リレー、二つついてるんですけど、こっち側だけで電源供給とかをしてますね。で、こっちのリレーは、このスイッチの方のリレーになってるな、これ。こうなって、こうなって、そう。なんで、直につなげてあげれば、なんで別れさせてあるのかな。別
かれさせなくても良くない？こっちで電気供給でしょ、が入ってこっちと合わさってる。そうなってたからこのまま使うかね。ただ問題はどこへ固定してあげるって話ですよねえ。ここ穴開けちゃっていいのかな、見えないとこだからいいっちゃいいか。でこの辺にいたせら1個作ってやって MSD がここに来るんで、でこれ MSD の台座のネジ、これもね接着剤でついてるんですよね多分。こっちの台の方がね、だって穴開いてねえもんな、こっちどこも開いて、あ、開いてる？ちょっと待って、開いてるな、ネジかこれ、このちっちゃいのがそうか。じゃあここにプレート挟んであげる？これ取れるかな。でもやめた方がいいな。ここからなんか一個作ってやろうかと思ったけど、こっち側が全部ゴムだからあんまり力かけない方がいいな。どうやって持ってくか、ちょっと頑張ります。どうするか、ちょっと困ってますね。どうやって止めよう。結局ね、ここには何も打てないので、かといってちょっとここが接着剤だ、接着剤なんとかなるかな。取れちゃったら嫌なんだよね、このアクセルとかの下の手なんで。どうするかな、しようか。ちょっとこういうプレートを作ってみました、ちょっと乾くまで待ちます。さて乾きましたので、今あそこに印をしました。であそこをちょっとあの辺のブチルをまた切り取って接着する、準備ですね。脱脂し、あのヤスリかけて脱脂、はい。でこっちももうやって、こっちの裏は接着の面は塗ってないので、こっちも足付けして脱脂は済んでます。ではちょっと切っていきます。はい、今くり抜いてヤスリがけして脱脂、ちょっと乾いたら、そしてこれですね、つけていきます。視聴者様からの書き込みで、何本か前の動画の時に配線どうしようっていう時にもね、あのアングルをポリパテで接着しちゃったらどうですかっていうのもあったんで、そうですね、今回はそういう感じでつけるっていう風に なりましたね。あんなとこ穴開けれねえし、溶接もできねえんだよね。こっちが表側にダメージがいっちゃうもんで、ちょっと乾いたら接着してみます。よし、接着しました。ここね、これ速乾性なんで、一応それでも20分以上で完全効果、完全効果は4時間以上か、実用効果まで20分、効果開始まで4分。ちょっとこのままにしておきましょう。これでまだまだ全然だな、手で押さえてねえな。これでこいつがくっついてしまえば、これとこの3つの、リレーと、まあ、これがヒューズの役割なんですけど、があそこに固定できる。で、そこから配線をきれいにし合わせることができるという感じですね。スイッチも全部ここに移動するんで、この辺を通してあげれば。いいね。配線の作り直しはこれ固定した後でいいから。アースをどこに持ってくかだな。アースこっちまで持ってくるしかないね。作っといて正解。で、
常時電源、常時で、これが ACC、 全部ここに入るようになる、独立させます。うん、バッテリーがね、まだ2つあるんですよ、空いてる。で ACC も1個空いてる。んで、向こうの電源をどこから取るかな。うん、これ回すなんだよな。そうか、あ、だからここで1個にまとめてこっちへ持ってくるか。うん、よしよし。あとこの長すぎる配線もちょっとなんとかしてあげたいけど、これは外まで行くからこっちへ置いといて、よし。その下のボルトダメですね、強度がない。引っ張ると取れちゃう、こう簡単に。ちょっとこっちもこれでちょっと止めてみますね。ダメだな、こっちの方の接着剤は。ちょっとやってみます。よし、下のやつももう一回やり直しました、全部。もういいな、やっぱな。よし、では待ってる間にこっちのスイッチ配線、あ、2つ一緒になってんのか。あ、でもカプラーで取れるもんな。このこんなに長さいらないな、やっぱり。ちょっと短くしますかね。ちょっと一回スイッチ外して短くします。はい、今ぶった切りました。はい、こんなにいらないので、こんだけあれば十分くしょわしてあそこ行くのでね。なんでこれとがここに刺さるようにこっちを全部作り変えていきます。端子はこれを使いますね、これ。ちょっとやっていきます。よし、全部でこっちが 1,2,3,4 本で、向こうが向こうも4本か、4箇所同じように作っていきます。ほ、補正な配線見えない。そして最近どうも、ちょっとこのメガネの度が合ってないんだよな。これメガネって言っても老眼鏡ですけどね。どんどん目が悪くなってく。どんどん。これが老いるということなんですね。あと、この前も動画で、今年1年いろいろあったなと。で、来年こそはなんて話してて、すごいやりたい、作りたいっていうのがあるなんていう話してて、そしたらまあ視聴者様が、どういうのがやりたいんですかみたいな、あ、ブヒケンさんの本当にやりたいカスタムってどういうのだろうみたいなのが入ってきてたんですよ。で、まあ、返したんですけど、返事こういうのですよつって、ね、これ知ってますか、結構昔の雑誌で、結構昔に作られた車なんですけど、これね、うん、まあ、当時ロッドリゲスっていうショーネームが付けられて、まあね、超有名なお店が作った車なんですよね。知ってる人は知ってると思うし、うん、これでこれね、この姿になる前にもう一個前のやつがあるんですよ。でそれで1年経ってまたこれいう風にリメイクしたんですけど、もうこれ見た時ね、これの前の段階のやつはあーって感じだったんですけど、まあ、失礼な言い方ですけど、こうなった時にこう見た時にうわどすげーって思ったんですよね。うん、屋根もチョップしてあるけど、前に
後ろにチョップじゃなくて前にスラントチョップしてるんですよね。うん、で極限まで下げてあって、で空中に、あのつながったフェンダーが空中に浮いてるように見えるんですよ、これ。こういう風にね。ああ、でまあ他にも、まあ顔面とかもこれもワンオフで全部作ってね、あのキャデラックのテールとか、うん、これを見た時にね、もう相当前ですよ、相当前です。この雑誌すらが相当前の雑誌だから、うん、書いてあるような2004年か。いや、これを最初に見た時ね、もうすごい衝撃を受けましてね、私、うん、いつかこういう感じの、うん、やつ作ってみたいなってずっと言ってるんですよ。ファミリーたちの中でもね、僕それ言ってるしね、この写真とかも見せて、これを作りたいんだって。これとまるっきり一緒じゃないですよ、うん、でもこういう感じのやつをいつか作ってみたいと、うん、まあ、1台丸々ですよね、フレームから何から全部ね、うん、ほんとこれが、こういうのが作品ですよね。なあ、くーちゃんいや本当にね、ありがたい話なんですよ、こう仕事いっぱいもらえて、こうやっぱ一から作ってね、作らせてもらったりとか。でもやっぱりね、よく言うんですけど、お客様の注文でやっぱり作ってるんですよね、うん、こちらの車もそうですよね。お客様が図面書いてきて、ここはこういう感じで作ってくれ、こういう風にしてやってくれと。こちらもそうですよね。オーナー様の、まあ、いくらフル制作って言っても、もうオーナー様の言う通りに作ってるんで、まあ全てが全てじゃないですよ。あ、ここはこうした方がいいですよとかっつって言いながらやってるんですけど、うん、もうこれはもう本当にあれですよね、作った方の頭の中の設計図で作り上げてるやつですよね。うん、すごい方ですよ、これ作った人もね。うん、だもんで、そういうね、なんつって言ったらいいかな、誰かお客様のこういう注文でこういう風に作りましたではなくて、もう結局私だけの考えで、うん、本当に好きなようにどすごいやつをちょっと1台作ってみたいなっていうのはやっぱりありますよね、夢として。うん、こういう車が好き、カスタムが好きとかね、アメ車の古いやつが好きだっていう人っちの中にはやっぱりあると思うんですよ。うん、でまあそういうのがね、本当に1台丸々作れたら、ああいう感じのやつを作ってみたいなっていうのがちょっと僕ね、ありますね。うん、でいずれもし僕が一人の考えでこういうホットロッドみたいのを1台、まあ、例えばドノーマルとか手に入れて、入れることができて、で好きなように自分で作れるってなったら、もうああいうぐちょんぐちょんのやつ作りたいですよね。ぐちょんぐちょんって言ったら失礼ですけど、こういうクソかっこいいやつね。はい、あれがあれです、視聴者様、書き込みくれたね、お待たせしてすいませんと思っております。本当にね、ああいうのが本当作ってみたいなっていうのです。さあ、横道にそれたので配線作業に戻ろう。いや、僕ももう配線ばっかやってるから横道にそれたいんですよちょっとやっちゃいますね。はい、短く作り直しました。こっちは排気、じゃあこっちも短くしよう。はい、よし、これも短くしました。これでスイッチ類は全部短くして、これだけまだちょっとあれだな、長さちょっと考えた方がいいな。こっちは配線回っちゃってるから、まあいいや、これは最後にやろう。こんな感じかな。でタコメーター、ちょっと待って、エアコンはこんな感じで、そこに全部固定できたら、これと電源をつなげて ACC をつなげるっていう感じだな。よしよし、こんな感じできましたよ。こんな感じで、よし、あとは MSD だ、 MSD、 これ外持ってっちゃうか今のうちに。